こんばんは。ナルキオサンス、Never die, never lose。遊びに来ました。これ初めて来たんですね、この家。バコマリアのアロハジャツで。これスワッカーの初期メンバーです。それではじゃあ、僕の3分クッキングズ。はい、いらっしゃい。平本ジョニーです。いろいろやってます。もともとここに住む前銀座に住んでて、銀座の家がすごい大きくて、東京ででっかいとこ探そうと思ったんですけど、横浜に借りました。これはあの洋服の部屋で、でいつも僕あのお世話になってます、サマリーポケットさん。サマリーポケットとこにめちゃくちゃ服送ってて、で今は春の服という手にしてるんですけど、まだ送るんですけど、こっち全然春じゃないんで、なんですが洋服の部屋です。ワコマリア、昔僕が作ったスーツとかジャケット、古着の革ジャン、ワコマリアと大好きな三木田拓司さん、ブルーズヘッドのジャケットとか、ワコマリアとのコラボのとか、お世話になってる CP カンパニー、まあ CP カンパニーともうすごい量で持ってるんですけど、全部送って、これ僕が最近作った靴で、いろんな色ここから出るんで、よろしくお願いします。アンドザカップって言います。で渋谷にお店あって、渋谷ラッツってお店なんで、これ先輩からの誕生日プレゼント。あとはコットンパンっていう、町田にあるダンジルってお店の古着屋さんが、多分クルーの人たちがやってるやつだったり、これワコマリアのアロハシャツで、森さんってデザイナーの方の娘でユラちゃんが描いてる絵で、最高可愛いなっていう。これ僕が昔作ったスカジョン、ジョンズってブランドやってたんですけど、昔のアンダーカバーのカバンとか。あ、これいいっすね。オッチョ、クラスティちゃんです。レコードバッグ、レコードバッグ集めてて、シェイクジュンジ、ベルサーチのビギーがつけてたやつの、ジルコニア入りはあんまないと思うんで。ケンフォード仲間の、僕もう一個グループがあって、リトル東京ってグループがあるんですけど、それのオーリデーがいろいろ PR やってるケンフォードっていう靴、あとやっぱドクターマーチンは僕ずっと小学生の時から履いてるんで、これ二十歳から履いてるっす。きっとね、お母さんが買ってくれてサイドゴアのドクターマーチンのブーツを学校行く時に、ローファーって多分パカパカ言って僕ダメにしちゃうんで。バンドティーもいっぱいあるっすけど、これ僕オールってバンド好きで、アメリカス、コロラド、あといっぱいあるっすけど、ミスイッツもあるし、ウェーブが作ってるオーカンの T シャツ、ブッダとシャカス。大隅さんに出会って洋服一緒に作らせてもらって、僕もそういうのをまあ本当にずっと憧れてるんで、大隅さんみたいになりたくて、で大隅さんのとこに入れていただいて修行させてもらって、でずっと一緒にさせてもらって、じゃあ僕も自分でもやってみますっていうので、ジョンズバイジョニーっていうブランドを始めて、すごい好きだったです。夏なら T シャツ、デニムパンツ、靴、帽子かぶな帽子置いてから寝るみたいな、子供の時から。で子供の時はヒステリックグラマーがすごい好きで、でお母さんに買ってもらってっていう。でもやっぱそのライブハウスに子供の時から行ってたんで、みんな来てたし、でなんか遊んでもらってる先輩たち、それこそアンダーカバー来てたりとか。ちょっと色変えてみた。これ結構ハードウェア、これ親友の涼介のジャケットっす。これマスターピース、サウスのラッパーの、あとブリトニー・スピアーズと、昔の僕と、花火、ワコマリアの花火と、あとやっぱコロナ時代にずっと使ったマスクの抜け殻が、あと大好きなエルモ、まあそんな好きじゃないですけど本当は。それでは上に行きましょうか。これは昔の優作さんのシールと、これあの手洗ってくださいですね、必ず。よくアメリカとかにこういうとこに貼ってある。あと僕が昔作ったテレフォンカードと、大好きな増田優作さんのテレフォンカード1個額に入ってます。でこれよくわかんないですけど、可愛かったからテープ置いてあるです。こちらがリビングルームです。これいいソファーです、すごい高い。これは多分昔ここにもう一フロアあったっぽくて、本当は多分4階建てとか5階建てだったっぽくて、変な作りなんです。
床が多分ここにあったんです、多分おそらく。で襖で多分ここも多分襖だったと思うっていう、まあ、ちょっとマイケルが止まっちゃってますけど今。これは本当いろんな映画のですね、本当ずっと直木マンションしか見ないって決めてるんで。あれ、成清さんです、僕の大好きな料理人の渋谷にある成清さんっていう居酒屋さんのゴキタさんという方が描かれた成清さんの自画像です。プチプチに入ってるのは友達が誕生日プレゼントで送ってくれたんですけど、フック船長のマグカップなんですけど割れちゃってまして。シャークありがとう、ビクシャラトゥ無敵ファンクション、ベルディ君が送ってくれたんで。バドワイザー大好きなんで、ここは大好きな師匠の大隅さんの思い出のものが置いてあって、大隅さんのレコードとか写真とか、今天国にいる人たちの僕なりの場所なんですけど、川崎のクラブってとこで14歳だったんですけど、でそこで会って、僕その時もうラップすごい好きで、でうわ釈迦ゾンビだって思って、まあそのお兄ちゃんがバンドやってて、それでジョニー釈迦ゾンビ出るよって言われて、多分全なんか、あ、釈迦ゾンビ出てないです、釈迦ゾンビ見に来るよ、ジョニー大隅さんと秀吉さんいるよって言われて絶対来たいって、まあその時ハイスタンダードのライブだったと思うんですけど、でハイスタンダードもすごい可愛がってもらってたんで、まあ、可愛がってもらってるんですけど今も。だからそれで釈迦ゾンビに初めて会えて、15の終わりぐらいの時にスワッカーってブランドをやられてたんですけど、そこのお店がオープンするからジョニー働くって言われて、ぜひ働かせてくださいっていうので、ここをすぐ辞めて入学させてもらったっす、スワッカーに。あ、入学って、あ、働かせてもらったっす、今素で言ってたっすね、すいません。ラップももちろんですけど、やっぱもう洋服も もちろんもうパーソナリティももう大好きですし、で釈迦ゾンビのラストツアーみたいのがあったんですけど、でその後にスワッカー入るんですけど、その前にツアー行かせてもらって、でなんかたまに僕ももうラップちょっとやらせてもらってたというか、やってたんで、それでなんかちょっと前座というか、やジョニーやってみなよって言われて、僕の地元のやつ2人で3人組でやらせてもらってたみたいな。あれ、魅力は大好きです。こっちのエリアは T ボーンですね、これT ボーン、こんにちは、T ボーンです。あと、アナーキーさんです。いらん、遊びに来ました。そうです、これ初めて来たんですね、この家。なんか面白そうな家があると聞いたんで行ってみようみたいな。いつもなんかあの都内で集まるんですけど、じゃあ俺ん家来いよとか言って、今日どんな言い方してない。リーダー、リーダー、リーダー、はい、僕らのバンドのリーダーリーダーです、リーダーです。もうメンバーであり、かけがえのない仲間で、あと今もう一人ジャンメン先輩が来るんですけど、ミーティングでです。それではじゃあ僕の3分クイッキングと、じゃあちょっと一回だけ、そうですね、こういった感じで、でこれでウェンディーズです。一番好きなお菓子はこれなんですか、これシェイクジュンジってやつが作ってるメガネ、ただの日本製の何でもない一人暮らし用の水色の冷蔵庫です。この実はドキュメントっていうのは、岡本ズのレイジ君が誕生日プレゼントくれて、あとビーシーボーイズ好きなんです。別にこのレコードがすげえ好きかって全然違うんですけど、であと古井崎さんだろう、石井壮吾さん、まあ、今石井学龍さんって映画監督の映画が僕好きなんで、先輩から送ってもらったハガキとか、ミスフィッツってバンドが僕大好きなんで、10代っていうのか、もう何ですか、一桁の時から、一桁って何ですか、8歳ぐらいがすごい好きで、カズくんっていうお兄ちゃんの友達がいて、でミスフィッツの曲を車の中で聴かせてくれて、まあ、枯れてますけど、このライトはただ僕が好きで一時期集めてたんですけど、前の家からこっそぎにちょっとなんか処分しなきゃいけなくて、ちょっと割れたりとかしてたんで、ドラキュラとかいろんなのあったんですけど、特に意味なく好きなだけです。あ、僕の母親と父親です。悲しい感じじゃないんで大丈夫です。これ恵比寿でやたら売ってるとこあって、セカンドブームっていう老舗の古着屋さんで、全然知り合いとかじゃないんですけど、そこで買ったっす。あ、これやばいっすね、これ灰皿、ただかっこいいっすね。タトゥーアーティストのタッペが作ってるやつでプレゼントしてもらいました、ありがとう。僕が
寝てる部屋。これはウルフズヘッド、やっぱ王妃たちを。別にイギリスに何のゆかりもないんですけど、これ下北で900円で買ったっす。サスカッチファブリックスの横山さんにいただきました。全然サスカッチは全然大先輩です。すごい仲いいのはキャリアリングとブラックアイパッチとかスローバックとかがよくしょっちゅう遊んでるやつらっすけど、これはテンション上がりすぎてスタンリーっていうスパイダーマンの作者が亡くなっちゃった時にスパイダーマン入れようかなと思って結構酔っ払ってて、スパイダーマン入れようかな、でもスパイダーマン雲ちげえかって言って、いやとりあえずスーパーマンでって思ったら DC コミックスだったんで、全然ライバル会社だったんで間違えた話です。入っちゃってます。いやここは腕につけるがメインです。ちょっとネックレスが置いてあってこっちにもあるんですけど、全部好きですけど、これミキタさんからウルフゼットのミキタさんから誕生日プレゼントでいただいた、クラブでちょっとこうパンってやって、なんだお前ってなったんですけど、いつの間にか2人でタクシー乗って優しくしていただきながらまたなって言って帰ったっていう。で今でもしょっちゅう遊んでいただいてます。本当に大好きな。これは先輩からいただいたやつで、エルメスの時計で、坂本真澄さんってスタイリストの方が松井さんっていうワンオーって会社の社長さんに渡してやつを僕がなぜか引き継がせてもらっていただいて、これはパテックフィリップの時計で、まあ自分で買った時計で、これはよくわかんないですけど多分アメリカで買った1番って書いてあったからいいなと思って買って、これは大澄さんの昔つけてたチャームで、これは買ったロレックス、これも大澄さんがつけてた G-SHOCK で、亡くなる前にそもそも譲り受けてたというかっていうものなんですけど、こっち何もないですよ。ただ毎日ここで直木マンションを見てるだけ。リアルで見てます。そんなに好きじゃないです。でたまにスーファミ桃鉄やるぐらいです。まあ食事取るのはリビングが多いですけど、だいたい一人で料理作って食べてるんで。これガナジーソックスっていう靴下作ってるやつが作ってるオーサムボーイっていう古着屋で売ってるんですけど、この間出てたオーサムボーイです。まあ、あいつ親友で、あ親友とか言っちゃった、スンです。あの写真のサイズ僕合ってなくてごめんスンって感じなんですけど、スンも大澄さんも同じ年に亡くなっちゃって、スンは僕の一個下で、スンと一緒にジョンズバイジョニーやってて、でいなくなっちゃったしっていうのもあって、一回閉店ガラガラスタイルで。それでは屋上まで行ってみます。この段ボールの説明をさせていただく前に、ボンちゃんです。クリアファイルに入ったままでボンちゃんは一回ここに置いときます。ナルキオサンス Never die Never lose Big shout out to ナルキオ。これスワッカーの初期メンバーです。これ僕15歳です。だからもう38なんで、僕平日でもすごい人が並んでて、なおかつ僕15、16とかだったんですけど、土日とかになると100人ぐらい並んでたんで、整列してもらわなきゃいけなくて道路に並んでもらっちゃってて、で他のお店屋さんとかにもご迷惑かかんないように、じゃあお願いしますってやってると、僕みたいなやつにもなぜかサインくださいって言ってくる人たちが、言ってきてくれる人たちがいました。ただ僕サインなかったんで平本ジョニーって書いてました。こんばんは。電気が切れた屋上です。まあでも今度あの夏もうちょっと暖かくなったら来ていただけたら、みんなでバーベキューできて楽しいと思うんで。下降ります。おっぱいです。おっぱい入ります。ビースティーボーイズが好きで、それ聞いてラップしたいなと思って、これって何なのって言ったらヒップホップだよ。で知り合いがサンピンキャンプのVHS をくれて、見たらシャカゾンビ出てて、まあ、もちろんいっぱい他の人も出てましたけど、大怪我がすごく好きで、ジョニーシャカゾンビ知り合いだよってお兄ちゃんに言われて、えっってなって、それでクラブマイク握ったなんてあれですけど、まあ、とあるクラブで16歳なのに入れてくれて、そこで DJ 渡来さんのサイド MC やっていいよって言ってもらえて、サイド MC やったのが初めて、人の前でマイク握ったのが16歳です。それがクラブ、あ、そうか、名前言わないですけど、です。
もともと仲良くさせてもらってて、もちろんそのもう洋服のこともあったりするっすけど、僕がラップやってるの知ってくれてたんで、ジョニーラップしてみてよっていうのと、まあ、それもでも本当に大角さんで、大角さんがデックスからビートもらってラップして、ビートをもらったんじゃなくて勝手にそのビートでラップをしようってなって、僕とオリデーとダボさんと、まあ、僕のクルーだった、まあ、キックそのオーサムブーのキックとヤングウェーブってやつとで、みんなで7人組で、今7人足んなかったですね、あ俺入れて7人か、わかんないですけど、でやって、その後にまたもう一曲僕ソロのやつとか作らせてもらったりしたっていう感じです。138は大樹くんはもともと先輩で、どこで会ったかとか全く覚えてないですけど、全くは嘘かもしれないですけど、で曲やろうよってなって、イエンターももう出来上がっててって感じだったんですけど、まずアナーキーさんに初めてお会いしたのは、初めてお会いしたというか、その一緒にこうちゃんとこうセッションというか、一緒にセッションって音楽のセッションじゃないですけど、こう人そう、まあ、話したのは多分ナッツですよね、クラブナッツじゃないですか、ナッツか。で、面白い格好してんなって言ってもらって、お前俺のスタイリストやれやって言ってくれて、スタイリングさせてもらったのがきっかけで。そうだね、そうっす、懐かしいね、確かに。で、その後お前面白い格好するし、きっとラップやってたら面白いだろうって言って、ラップも聴いてくれてもない状態なのに誘ってくれて、アナーキーさんのアルバムに入れていただいて、ブラックフラッグっていう。キラモでジョニーすげえな、キラモすげえな、さっきのキラモ面白いな、やっぱで、T-BONE は T-BONE でまた別で知り合いになってて、で、みんななんかおのおの知り合いになってて、アナーキーさんの家で僕がベロベロで一緒になんかブルーハーツとか聴いたりとか、パンクバンドを超聴いてて、じゃバンドやろうやってなって、で、ネバーサレンダーズでバンド名どうすかって、で、僕が好きなブリッジってバンドの曲で、ネバーサレンダーズって曲があって、それでどうですかって言ったら、ええやんってなって、それが結構何年か前なんですけど、一昨年の末にアナーキーさんから連絡もらって、で、それまではもうメンバーは決まってたんですけど、メールもらってちゃんとやろうやってなって始まって今に至るですよね。僕ね、そうです、合ってました。じゃあ世界平和いや本当ですけど、いや本当にもういい加減にしてほしいなっていう、みんな平和でピースでいたいなっていうのと、ネバーサレンダーズの今後の活動交互期待っていうのと、まあ単体のもいろいろありますけど、お楽しみにっていうのと、あとオーサムボーイのキックもなんか坊主ですけど、まあただヘアスタイルが坊主なだけなんですけど、あと前に出てたワコマリアの雄平もハンサムですけど、ただハンサムなだけですけど、みんな頑張っていこうと思ってます。以上です。ウェンディーズよろしく。